お世話になります。ひとりでございます。 Watt の効率のいい稼ぎ方は大きく分けて2種類ありますよね。もはや剣盾において使用と言ってもいい Watt バグと、もう一つは鎧鉱石で掘り出し親父に掘ってもらう方法です。ただ999万ワット稼ぎたいなと思った時、 Watt バグは単純作業を繰り返すだけなので、すぐに計算でどれだけ時間がかかるか分かりますが、鎧鉱石については、鎧鉱石自体を集めるのにも、また掘り出し親父のワット数自体にも不確定要素が多く、どれくらい時間かかるか分かりにくいですよね。いざワットを稼ごうとした時、どっちで稼げば効率いいのか分からなくて、結局迷ったまま手をつけられず眠ってしまった。このようなことが誰でも一度はあるのではないでしょうか。私もそんな人間の一人で、多くの方も同じ状況だと思いますので、今回は999万ワット稼ぐのにワットバグと掘り出し親父、どちらが効率いいのか検証していきたいと思います。まずはそもそもワットバグではどれくらい時間かかるのか見ていきたいと思います。1回あたり2000ワット稼げて、その2000ワット稼ぐのに時間がどれくらいかかるか今パッと測ってみたいと思います。でとりあえず中身は枯らしときましょう。それでさらに願いの塊入れるのは最初だけですので、もう最初に入れちゃいたいと思います。はい、これで入れといて、はい、じゃあ中身見て、まあ数秒のズレはね、そんなに大きなことではないので、私の感覚でね、またこの画面に戻ってくるまでやっていきたいと思います。それではスタート。1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20。ちょうど20秒でしたね。で999万ワット稼ぐとして、ほぼ1000万ワットですから、5000回この作業をやるわけです。1回あたり20秒なので10万秒必要なわけですよね。60で割って秒を分に直すと1666分、さらに60で割って分を時間に直すと27時間、余りが46分なので約27時間46分で999万ワット稼げるということになります。まあこのペースでずっとやるのは結構きついと思いますので、だいたい28時間とかそんぐらいですかね。じゃあその時間を前提として、鎧鉱石で999万ワット稼いでいきたいと思います。鎧鉱石は一応現時点で最速と言われているスイッチ2台で星4ハピナスを周回するやつやっていきます。なお一応リアルな時間を測定したいので、ハピナスを見つけるまでのワットバグ分の時間も含めて計算していきます。とりあえずまずは鎧鉱石とワットを空にしていきましょうか。一応割と鎧鉱石あるんで、掘り出し親父やっちゃおうかなと思います。とりあえずこれで一通りやったと。残りは売ろっか。うわ、鎧鉱石10変なんだ。まあいいや、5個売っちゃおう。とりあえずこれで0個にしましょう。はい、でワットはここで願いの塊でも買いましょうか。とりあえずマックス買えば大体ほぼ全て消費できますね。買っちゃいましょうか。はい、あと残りはこいつにあげていきたいと思います。23万ワット。はい、 OK 完了と。はい、じゃあここからはあと鎧鉱石とワットを集めていくだけですので、今ここでレポートしましょうか。レポートして、はい、プレイ時間今748時間18分の状況でございます。これでね、プレイ時間で、どれだけ時間かかったか計算していきたいと思います。はい、それではスタート。おし、ようやく鎧鉱石999個揃いましたね。まあ、これで掘り出し親父やっていきます。ようやく終わりましたね。これだけで約1時間もかかりました。はい、じゃあここでワット見ていきましょう。で999個でこれだけ溜まりましたので、まあだいたい650万ということなんで、とりあえずあと350個ぐらいね、鎧鉱石貯めていきたいと思います。はい、じゃあ今結構数やりまして、鎧鉱石350個手に入っております。これで掘り出し親父やっていきたいと思います。よっしゃ、行きましょう。よし、とりあえず20分ぐらいかけてね、終わりましたね。リーグカードで見ていきましょう。ワット、あー920万、まだダメなんすね。1350個でもまだ920万ですね。まだもうちょい必要ですね。とりあえずまたちょっと鎧鉱石貯めましょうか。はい、とりあえずね、何回かやりまして、鎧鉱石36個揃えました。これでまたやっていきたいと思います。5回できますね。すごい、過去一長いかもしんないこれ。終わんねえぞ。おい、ちょっと待って待って待って、すごいの来てる。これでカンストしたんじゃないか、さすがに。ドラゴンクロー、あ、5万ワット、これは少ないな。50万ワットここに来て更新来た。うわ、すげえ、54万100ワット完全ベスト更新しましたね、これで。ただこれでもまだカンストしてないんじゃないか。あ、今994万、あともうちょっとですね。あとちょっとだ。あと1回確かできたかな。あ、ちょうどあと1回できますから、
これで終わりにしましょう。うわ、28,500、微妙に足りないか。うわ、微妙に足りねえ。あと27,000ですね。うわ、最悪。あと2回でハピナスいけるから、もう1回一応やりましょう。はい、終わりまして、これで決めたい。頼む、来てくれ、ラスト。え、結構長いぞ。あ、これもいったでしょ、さすがに。41,300来ました。カン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 。ということで中身見てみましょう。よし、完走しました。ワット999,999ワット、おっしゃ。はい、じゃあこれで時間見てみましょう。これで、はい、レポートのところ時間見てみますと763時間58分でございました。で、冒頭で挙げたプレイ時間については748時間18分ですので、計算しますと15時間40分でございました。いや、これなかなかいいんじゃないですか。なかなか早いっすね。で、これも冒頭で触れた通り、ワット稼ぎバグの場合は999万ワット稼ぐには約27時間46分かかるということでしたから、比較しますともう圧倒的に掘り出し親父の方が早いってことですね。約12時間も早いので半日分節約できるっていう感じでね。うわ、だからちゃんとあれなんですね、ワットバグより効率よく設定することでワットバグをあんま使わないようにさせるというね、ちゃんと仕様になっておりました。ただ掘り出し親父の方は最後のあたりに私何回かやって、それで50万ワットとかも叩き出しまして、それたまたまでしたので、まあそういう運も結構絡んでくるのはちょっと怖いところではありますよね。で、カンストするまでに必要な鎧鉱石の数は約1400個でございます。いや、でももうちょっとね、せめて999個でカンストぐらいはしてほしいですねって思ったんですけどね。まあいいでしょう。ということで検証結果、999万ワット稼ぐのにはワットバグより掘り出し親父の方が12時間以上効率がいいでした。イメージだけで考えると、あ、意外とワットバグの方が悪くないのかなとも思ったりしますが、実際やってみると全然掘り出し親父の方が良かったですね。親父疑ってごめんなさい。しかもこれって経験飴とか不思議な飴とか他のアイテムも結構たくさん手に入ってますので、それも考えると圧倒的にハピナスレイドを使って掘り出し親父でワット稼ぎする方がいろいろの観点から見ていいんじゃないかなと思いますね。ただスイッチ2台持ちじゃないとハピナスレイドはほぼできないので、そこはむずいですけどね。とりあえずこの動画で掘り出し親父がいかに言うのか分かっていただけたかと思いますので、決して掘り出し親父をやじることのないようにお願いしますね。